行ったりってできるんですよね。京都もいいね。京都もいいですよ。京都は冬の京都がいい。ああ、うん、冬ですか。冬の京都、あの盆地じゃない京都って、だから寒さが、しんとした寒さじゃない。そうですね、また違った寒さ、ね、うん、そうそうそう、あの寒さは緊張感があっていいよちょっとピリッとした、ね、そう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 、空気感が。昔は、まあ、若い頃は向こうで必ず毎年1月に京都会議っていうのがあって、そこに必ず行くのだったんだけど、やっぱり1年のスタート、1月寒い時じゃないですか、うん、1年のスタートはああいうピリッとした環境でスタートするっていうのはまたいいもんだよ。いいですね。ワールドポーターズって何ですか。ワールドポーターズって何ですか。博物館、うん、シュプリームさん、んシュプリームさん、シュプリーム、はい、シュプリーム、シュプリームって書いてる。あ、シュプリーム、シュプリームって書いてるんだ。はい、3年前まで京都にいたんですね。あ、祇園祭もいいですね。はい、はい、次のコーナーは、はい、アツコの知りたい大人の世界。はい、大人の世界、先ほどからずっと横浜の話してるんだけど、ツイキャス、はい、ツイキャスね、コメントたくさんいただいてます、ね、はい、横浜駅のそごうの近くから船に乗って山下公園に行って、うん、中華街でランチして、うん、赤レンガやワールドポーターズ、うん、カップヌードルの博物館とか行くのがいいよってことで、うん、おすすめを教えていただきました。いや、やっぱ、知ってるねというか、まあもちろんなんだけど、僕よりずっとね、あれなん知ってると思うんだけども、はい、赤レンガ、赤レンガって言われても知らないでしょ、行ったことないから。行ったことない。赤レンガ倉庫なのよ。倉庫があって、うん、そうそうそう、で、まあ普通倉庫っていうとさ、ほら、なんていうのかな、簡単に掘ったてくわやとかって、倉庫って機能重視じゃない。そうそうそう、うん、そこはね、外観がね、もう本当に赤いレンガで建てられた歴史のあるところを、そこを倉庫を再利用して、はい、中にいろんな、ショップがあったりね、とってもおしゃれなのよ。で、確か、何棟かあるんだけど、そのうちの一番上だったかな、並びだったかな、結婚式場があったりね、ちょっとしたおしゃれな。そんなところにあるんですか、うん、倉庫のところ。とてもいいところだよ、とってもおしゃれ。だから、なんかね、T シャツ短パンで、島造りでは歩けない、なんか、まあ、ベイサイドなんだけど、ここはちょっと違う。ちょっとおしゃれして、おしゃれ、そうそうそう、うん、おしゃれなところ。で、ここにまあ中華街とかも書いてるんだけど、はい、先ほども話したけど、中華街、もうすっごいのよ。まあ、中華街って行ったことない方は、まあ、中華料理店がガッて並んでる通りと思うんだけど、入り組んでるのよ、迷路のように。いろんなところに、
中華街の門があってね。結構広いんですか？なんとか門、すごいすごい。お店もたくさんあって。うん、で、中華系の方々が昔ね来て、でそこで、広めて、まあ、チャイナタウンだよね。そういったところでんだけど、はい、今は、結構格安なお店も、まあ、もちろん超有名店もあるよ。うん、うん、もう本当に何万円も使うような。有名なシェフがいるところですか、はい、そうそうそう、万金楼だっけ、なんちょっと忘れたけども、はい、ほら料理の鉄人に出てた人たちのお店だとかいうところもあれば、1980円で、食べ放題の店とか、最近そういった店も多いね。お手軽ですね。そうそうそう。で、まあ、横浜って、食べ物も美味しいし、住みやすいところなんだよね。そういった夜のスポット、実は先月横浜行ってきて、はい、で本当は、横浜のスタジアムで、ちょっと職員さんと、はい、打ち合わせがあったんですよ。でそこにちょこっと行って、で、僕が、まあ、千葉の方で宿を取ってたので、はい、千葉の方に帰ろうかなと思ったけど、まあ、ここから来てるんで、まあ、横浜から千葉に帰るよりはちょっともう宿取ろうと思って、でネットで宿を取ったら3000ちょっとだな、3300円ぐらいで、はい、この港未来地区桜木町ってあるんだけど駅が、はい、そこから徒歩1分にある、はい、ホテル、すごい豪華なホテル、3300円ぐらい取れた、でそこに泊まってて、でなんかやってるなと思って、その、12階のから景色が見えるんだけど、その港未来地区が見えるんだけど、インターコンチネンタルホテルとかもすごいホテルがいっぱいになるんだよ。でそこで何かやってるなと思って下に降りると、うん、なんと、ファイナルファンタジーっていうゲームがあるんだけど、はいはいはい、僕はやったことないんだけど、そこのが誕生して30年だし、30年のイベントってやってたっけ。そしたらこのインターコンチネンタルにね、うん、にプロジェクションマッピングで投影して、はい、この大きなホテルだよ、大きなホテルに投影してプロジェクションマッピングやって、まあ、もうこれもちろん無料だよ、それをやってるわけで、この、その港未来地区のこの景色とこのプロジェクションマッピングがもう見事にマッチして人集まってくるわけよ。でそれが20分ぐらいのプロジェクションマッピングだったんだけど、それがもうすごくてさ、まあ、もちろん無料だから人はいっぱいいるわけよ。だけど押し合いへし合いしたりしないしさ、すごいな、横浜っていうその綺麗なところがそうさせるんだなと思った。なんか品がありますよね。そう、うん、とっても品がある。大好きな、本当は宜野湾情報なんでね、宜野湾のことをずっとやりたいんだけど、今日は横浜の話になって、うん、で まあ、今週金曜日には、金曜日と明日か、明日です、明日だ、はい、明日の夜ちょっとジャズナイトをやりたいんですよ。どこでするんですか？宜野湾市の普天間なんだけども、実は先週この来週じゃまた詳細はって言ったんだけども、はい、今このジャズされる方がですね、まあ、体調とかいろいろあって、はい、もしかしたらできないかもしれないので、ここはちょっと今日は、場所とかもなしにして、で次回、はい、もっと大きなところでできる時があれば、うん、この大人のジャズナイト、お酒を片手にね、いいですね。で、うん、まあ、そんな気取るわけでもなくて、本当に、手頃な価格でね、一杯ワンドリンクいくらとかでジャズを楽しめるような、そんな、ものを ずっとね、この夏の夜は展開していきたいなというふうに思います。また決まったら教えてください、ね、はい、うん、これはぜひ、はい、伝えます、はい、ジャズナイト、うん、いいの、なんでね、一つ夢があって、はい、あって今でもあるんだけども、この、はい、トリピカルビーチで夕日が沈むのタイミングで、はい、ジャズっていうか、アルトサックスで有名なケニー・ジー、ケニー・ジー、はい、いいですね、いいでしょう、あの「モーメント」っていう曲が大好きなんだけど、あ、いい曲、いい曲でしょ、はい、ケニー・ジーのコンサートなんかここでできたらな、わあ、もう最高じゃないですか、うん、いいでしょう、誰か企画してくれんかな、企画は俺がするから誰かスポンサーになってくれんかな、ねえ、あと藤村さん、あ、額狭いから、額狭いから、うん、ねえ、できたらいいな、だってこの景色って絶対お金で買えないでしょ、ロケーションって絶対買えないでしょ、今なんか
海も綺麗なんだけど、干上がったほらところにね、緑の大地が出てきてるでしょ。あれ、リーフ。沖縄の方言でイノって言うんだけど。はい。うん、だそこもまたコントラストが見事だよね。綺麗ですね。ね、青い海に緑が突然、緑の島が出てきて。で、またしばらくするとそれが消えていく。今これ潮が引いてるから、ね。そうそう、引いてる状態。そう。そこを散歩するのも楽しいよね。潮干狩りとかね。ここって潮干狩りできる？できますよ。ただ、どうなんだろう。一番怖いのは、イノって言って、その干潟に上がって、夢中になって、はいはい、周りが満ちてきて、自分のところは満ちるのが最後で、高くなってるところね、はいはい。で、周りがなくなって、で、結局、泳げない人が帰れなくなったとかっていう事故は結構あるんですよ。ああ、それはあって、うん。で、あと流れも速いんで、特に大潮の時なんか、流れ引く波も速いんで、水流がね。なるほど。どん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 、うん、で、海に入ったら、泳ぎの自信がある方でも、離岸流だったっけな、それに、うん、飲まれて沖に流されて、大変なことになるとかね、そういったのもあるんで、潮干狩りとかっていうのも気をつけて ね楽しんで、ね、はい、はい、高橋さんもそろそろお時間になってまいりました、はいはいはい、今日もありがとうございました、はい、うん、はい、でね、あ、ちょっと、時間が足りない、足りない、うん、来週なんかベイスターズグッズプレゼントするようなことをやります。よろしくお願いします、はい、お相手は井の足観光振興協会の高江と、はい、メグでした、はい、ありがとうございました。夏でした、はい、受けありがとう、はい、ありがとうございます。シスリームさんもありがとうございます。ケニジーサンセットで聞きたいね、あ、横浜で。